はい、皆さんこんにちは、クレです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。ということで、まずは2023年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、やっていきたいと思います。今年もまず一発目は前回の続き、こちらの沖縄シリケイモリのビバリウム立ち上げをやっていこうと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。
はい、ということで完成しました。このようになりました。では見ていきましょう。今回はですね、若干水場の方が多くなっちゃいましたね。ここまで水入れるとだいぶ水に浸かりました。なんとか右側のでかい流木を置きましたが、やはり邪魔ですが、ちょっと使ってみようと思います。そして中央は少しね、観察しやすいようにということで空間を設けております。そして水が流れるところにはクリプトとショートヘアグラス、あとはちょっと陸地側にウォーターローンを植えております。ウォーターローンがここですね。ここにあります。水が流れてきて水中にもクリプトを植えております。そして右奥、ここにはボルビティスのベビーリーフだったかなを植えております。あとは上なんですけど、ここには着生蘭3種類配置しております。まあちょっとね、赤原と同様また観察しづらいレイアウトとなりました。特に右奥ね、右奥は見づらいです。まあなんとかここから手を伸ばすこと、観察することもできるので、まあまあいいかなという判断にしております。はい、ということで簡単にご紹介させていただきました。まあ、あとはちょっとイノモトソウの葉の色がね、悪くなってきてるんで、おそらく水垢、ミネラル分が固まって、だいぶ白くなってきちゃってるんで、そこはね、一旦トリミングしようと思います。あと水がね、硬度が高いんですよね。水の硬度が高いので、そこを軟水寄りにして、水垢がつかないようにしたいなっていうのは、ちょっと思いますね。植物にも悪いし、ガラス面には白い固形物がつくので、あまり良くないですよねっていうところも考えたりはしてます。ということで、もしよかったらチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。今年もね、このようにイモリ飼育、両生類飼育やレイアウトだったりいろいろやっていこうと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。ではこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。